ミヨコ220ポンド、体重元100キロの松原ミヨコです。本巣郡北方町の清流平和公園に来ました。こちらのですね、駐車場はですね、今日定休日なんですけれども、フランスフォワードさんっていうケーキ屋さんですね。そこの駐車場、本来ならそっちの駐車場です。で、事前にお借りしてもいいということで許可を取ってますので、こちら側にね、今日定休日なので止めさせていただいてお話をさせていただきたいと思います。今日この車スペーシアカスタムですね、台車で書いたお借りした車です。 K のワンボックスエブリーのですね、車検ということでこのスペーシアカスタムを台車としてお借りしています。これ後ろですね、おルックスとちょっといろいろ比べてみましょうね。テーブルがついてます。一応走行中はね、テーブルは収納してくださいということになってますね。ちょっと後ろ乗ってみましょうかね。よいしょ。よし。この背もたれのところにですね、2つ立ってますか。こういう、ちょっとした小物、携帯であるとか、スマートフォンであるとかね、モバイルバッテリーなんか入れられるところがある。これは便利ですね。後ろのドリンクホルダーです。こちら側にもですね、同じように、テーブルがついてます。よいしょ。それから、スピーカーですね。サンシェード。今ね、こうやって。ついてまして、後ろを直射が日光なんか当たるときなんかこれ役立ちますね。それとここにですね、前の冷たい空気をね後ろに送るファンがついてますね。まあ専門的には何ていうかわかりませんけれども、こんなファンがついてます。スイッチはこれ無段階調節ですね。ルークスの場合は1から4までその送風をね調整するというようなことができると思いますけれども、これは無段階調節を、これオフ、右の方に振りますとそれだけ風が強くなる。結構ね、特にね お子さんがねある方、これはね、後ろにね、冷たい空気をね、送る。これあることによってね、後ろの座席の方がかなりね、快適になると思います。あとびっくりしたのは、これいるんかな？こういう、これ戻すときどうするんだ？どうしたら戻るんだ？どうしたら戻るんだ？ちょっと、起こしたらもう、これ多分引っ張るんだ。そうだ。まあ、単純。これリクライニングするときどうするかな。あ、けどこれもうこれ目いっぱいこれ以上下がらないで下がらないよね。あ、ここにお USB のポートがありますね。 USB これ C ですね。 A のポートと2つある。これは便利。こっちにもあるのかな。あ、こっちにはない。一箇所だけですね。ああ、足元も広いわ。これ前の方にやるともう少し、これ前の方にやるのどうするんだ？これ前にするのに、そのどうするんだ？これ前スライドす、どこでやるの？あ、これか。あ、動いた。もうがっつり上げないと動かないですね。これどうなんかな、いるんかな。まあこれ前の方、これ前の方出しましたけど、それでもまだ結構前が、これ一番前だとどこまで出るかな。あ、ここまで出る。一番前まで出すとかなりちょっと狭いですね。後ろどうなのかな。これはちょっと下ろしておきましょうか。
これボタン式ではなくこういうノブですね。あ、これなんかある、これ鍵かごんかな、さあんとこ、はい、あ、後ろは、え、これ何、これなんだ、引っ張ると、あ、下がってくる、これがリクライニングか。リクライニングはこれ以上来ませんね。これが目いっぱいですね。これが目いっぱいのようですね。どうすると3段階ぐらいですかね。はい、段差がこのぐらいできてますね。カゴは2つ乗るかな、ちょっときついかもしれないね。買い物感を2つ、まあ縦に乗せられないことはないか。こんな感じか。まあどうしてもここ、まあ軽ですんでね、こういうところは、ルークスもそうですけど、チープなもんですね。後ろに必要のライトがついてます。あとこれなんだろうな、ここでね、これ引っ張ると後ろで回ってきたりね、しますね。これだともう、確かに前が広く取れるんですけど、後ろに買い物カゴを置くことはできないですね。前見てみましょうかね。ここにドリンクホルダーがありますね。あと取ってですね、ここに小さなトレイみたいなのがあります。ここですけどね、小さ細い缶だとコロ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 動くかもしれませんね。ルックスですとこの部分にちょっとね羽みたいなのがついてて押さえができるようになってます。であとここにね、やっぱりね、USB の A ですね。それから、こっちが C ついてます。それから、ここにね、トレイになります。このトレイ、まあ、ティッシュが入りそうな感じですね。ルークスはこれよりも低い位置にあるもんですから、こう、走ってる時に、ティッシュ取ろうとした時にね、助手席に誰かに乗ってると足を膝に当たってしまってね、なかなか取りにくいんですよ。けど、これいいですね。から、ドリンクホルダー。こちらはこういうフィンがついてますので、細い缶でも、うまく止まるんじゃないですかね。しかもこう、一番高くなってきて、これ使いやすいと思います。広いトレイですね。まあ、ここに、ティッシュを置いてもいいのかもしれませんけどね。シートヒーターがついてます。贅沢ですね。あ、これなんかボタンある？これなんだ？あ、スポーツモード。ここにボタンがあって、スポーツモードですね。これを押すと、はい、こんな感じで、切り替えができます。何も入ってませんけども、ステレオですね。また見るとこんな感じでしょうかね。ちょっとうるさいので止めます。これはあくまでもこちらから空気を吸い込んでこちらへ吹き出すというものなんですけれども、ただそれだけのものといったらそれだけのものなんですけれど、これついてないとね、むしろ夏なんか暑かったり冬寒かったりしますよ。動くの？あ、動くね。で、これは、あ、シャットアウト、寒い時にね、こう止めるってことができる。そんな感じ、いい感じ。これスライドドアのスイッチですよね。おー、なかなか。ハンドルヒーターもついてるのかな、これ。そうですね。だからこれ、ヘッドライトの後軸ですね。後ろに重たいものが乗ったりした時には、これで調整したり
することができるという。で、手元はスピーカーの音を上げたり下げたりですね。これなんだろう。これなんか設定の時に使うやつみたいですね。ハンドルのところでボタンを押すとこうやってディスプレイが切り替わりますね。でこちらは、オートクルーズなんかの設定ですね。これもそうですね。それからホールドよいしょ、これ押すとこう切り替わりますね。からこれもこのボタン押すと車間の調整ですね。でもなかなかうまいことできてますやん。これいくらするかな。オートイヤというような感じですね。ロングミラー、はい。鏡ついてますけど、運転席側は鏡ついてます。助手席側も鏡がついてますね。ただ、ライトはついてます。ライトはあくまでここだけですね。右、左関係なく、全部つくかつかないか。これは LED のような感じか。いや、なかなかいいですね。ミラーをね、畳もうと思って、エンジンかかってないと動かないみたいですね。